いってみましょう。さあ画面間に合いました、ありがとうございます、はい、さあ因縁の龍拳対決、両者はジャージを着ているというところですが、今回は3試合戦士で行ってまいります。さあ板澤さん、はい、まあ、この両者ですね、はい、まあ、なんていうんですか、芸能的な意味合いが強い2人ですが、ガチのガチなんですよね。はい、ガチのガチですよね、実力的には。そうですね、やっぱりお互いやっぱりあの龍の剣もその音のような動きをすごいしっかりしてくれてて、うん、あの自分でもあの見てて勉強になるぐらい、お互い本当にうまいプレーをしてくれてます。さあ体力リードは新庄君の龍の方ですが、トリガーを使ったのは歌広場剣。さあ両者ジャージなんですが、金髪が剣、そして鉢巻きが龍というところですね。うおー、うまい、歩いて垂直狩りの昇龍拳。さあそして諸事情によってですね、歌広場さんの ID の方は、隠させていただいているというところがありますので、ご了承ください。さあただ渋いですね、今の EX 波動拳もかなり渋い一撃。新庄君の龍、往年の龍使いのこう渋い動きが随所で見られるイメージがあります、ね、そうなんですよね、どっしりとして、波動昇龍で飛ばせて落とすというところが新庄君。ただこのワンチャンスで突っ込んでいって、その針穴をこじ開けていくスタイルが歌広場剣。さあここは打っていったが、しっかり中大からの、さあ速投昇龍、最大そうですね今のは。うーん、さあ電磁年期、波動が強くなる、速くなる、うお見てから竜巻、すげえやってますね、玉抜け一閃。そして新庄君が現れた、すげえやってますね、うなずいてますね。ちょっとあの距離での竜巻で玉抜けはメッセージ性高かったですね、歌いろさん、それしか見てねえぞって感じでしたね。ああこれは緊張してくる、やっぱいいわ、真剣勝負やっぱいいっす。はい、行きます。はい、さあこのまま2戦目に入っていただきます。さあ板澤さん、はい、まあ、3試合選手の1試合目にしてはかなりちょっとメッセージ性高かったかなという印象ですが。そうですね、濃厚でしたね、うん、特にあの V トリガー中の剣の波動拳ってやっぱすごいあの鋭いものになっていて、はい、なかなかその見てから対応するの難しいと思うんですけれども、うん、あの波動拳にしっかり対応してきた。うわー、マジかー、ここはスタンチ計算からのダブルアップ。ちょっとまだあるよ、完全にやりきているぞこのカウソ。やはり恐ろしいものがある。さあここもしっかり竜巻ガードからボディを一発。ちょっと板澤さん、これこの新庄君のスタン攻めえぐくないですか。そうですね、やっぱりあのどっしりもあるんですけど、しっかりあの攻めの鋭さもすごい新庄君が持ち合わせていて、そのシナジーがバチッと噛み合ってるようなイメージがありますね。そうですね、これはちょっとこのエキシビションに対してかなり仕上げてきた感があるぞ新庄君の龍。ただ、さあそれはこの歌広場も一緒。さあリベンジマッチとなる、ここまで2試合2回対戦をして、この2人2回新庄君がギリギリなんですが勝ってるんですよね。それだけに歌広場としてはこの3回目3度目の正直が欲しいところ。さあここはうまく前蹴りからの攻め、うわー、やっ、竜巻打ち切りになった。あーこれはやばい、ガードしたぞ。いや真空どうする、しっかり確定打ち返して、そしてローキック。渋すぎる、これはやばいぞ。さあ新庄君が手を挙げて手を振る。いやこれはミス、ちょっといかん、これはですねちょっと新庄君バッキバキですね。いいですね、パワーアップしてないですかこれ。してますね、そうパワーアップしてる感があるんですよね。ちょっと最終戦になっちゃわないように頑張りますね。はいはいはい、さあここまで星は自粛期間すげえ2対0。さあちょっとこのカワウソがただものではないというか、想像以上の成長率、もちろん練習をすれば上手くなっているはずなんですが、育ってますねこれ、かなり育っている。さあコーチのさまざまな特産物によって、まだまだ成長期か新庄君の龍。
さあ対する歌広場剣どうするか。いや相当だぞこの竜。さあ波動を引く。下がりしながらこううまく歌広場さんの体力を削っているイメージがありますね。そうなんですよね。竜側は常にやはり体力リードの展開を作っている。さあここはうまく着地攻め。さあここはさすがの歌広場、弱中からヒット確認、昇竜拳まで。さあ波動からさあ体力差がなくなった。若干歌広場リードのところで波動2発、これで変わった。波動発動。さあ昇竜まで入れて透かし投げも投げ抜ける。これはどうなる。真空発動打ち返し当たっている。そうかそうか、そうっすよね。いやこれでリーチ。そしてやはり新庄君、まあ、今、映ってますがちゃんとあのカワウソの手でアケコをさばいてるんですよね。いつもの新庄君の、うん、もうあれですよね、あの手の不思議ね。そうですね、手元もっと見たいぐらいですけどね。運指と言っていいのか難しいところなんですが、ここも球を抜ける。さあ液晶流剣。さあ後がない歌広場。さあここはビアルキからの弱々昇竜。いや非常にプレーが鋭くなってきた歌広場の剣。さあただ新庄君がここで押し返す流れ。いやお互いやっぱり圧が強いですよね。そうですね、結構チャンスは作れてるんで、ここをちゃんと削り切りたいところですね、歌広場剣としては。いやこれちょっと怖いぞ。剣内か、真空があるぞ新庄君。さすがさすとりが発動、しかし巴投げ危ない。さあ再三玉抜きをされている。玉を打ちにくい。どっから行く。うわー、突っ込んでった。横からダッシュ。危ねえ。この度胸が歌広場。今の勇敢な選手でしたね。いや勇敢でしたね。さあ前歩きガードもなかなか素晴らしい。ただこのまま終わりたくはない。歌広場粘れるか、間に合うか。おわっと、さあ先に暴れて入れ替えの難しいセットプレーを返している。さあ新庄の方は、さあここで心眼一つスキルを使ってきた。体験から体力リーダー新庄の竜上、これは出ずか。さあ落ち着いて歩き投げ、前ステップは止めている。そこから発動歌広場あるよ。おっとこれ表になっている。チャンスになる昇竜。さあ自家製昇竜レッパ裏にいる。しっかりガード。これはまたもや発動真空相打ち OK の形。これ何回やんの俺これ。勝ったのは新庄くん。これいや強かった、お見事。え、これちょっと泣きの1回なしですか。OK 泣きの1回、こちら運営サイド OK です。はい、OK 出んの。 OK 出ましたね。うそ、そんなことある。 100億点かけてもう一回やろうぜ。え、新庄くん大丈夫ですか。次100億点らしいんですけど。あ、来ましたね。さあ新庄くんもまた戦士で、この手の試合でダブルアップするとは思わなかったさあ何が起きるか分かりませんが、こちらですね、私のいるところには新庄くんサイドの、関係者の方もいらっしゃって、そちらの方から OK が出てるので、問題ないと新庄くんの意思とは関係なく新庄くんサイド OK という、判断をさせていただきましたさあもはやバーサーカーとなっているかこのカワウソ。強いぞなるほど、めちゃくちゃ乗ってるぞ。バランスね。どうする歌広は。うわぁやべ、俺波動打っちゃうわ。俺やばい、俺波動打っちゃう。これは新庄サイド OK 出ますね。これはですね、ちょっと新庄くんの意識配分とんでもないことになってます。このクオリティは流れもあります。いやー歌広場剣もかなり鋭いんですが、ちょっとそれ以上に仕上がってますね。いやただ1試合ね取ればこの1試合なんで流れ変わりますから、はい、いやー CV 遅らせだったか。さあたたきからうまくターゲットで拾って遅らせ打撃、これはうまい。おお胸、今ので50億点ぐらい取りました。50億点、ね、はい、50億点手をかけました。
さあただ一切表情が変わらない新庄くん、ね、これ素敵ですね。うわー、 EX 昇竜勝負に来た。早めの EX 昇竜で流れを断ち切るか。ポーカーフェイスからの話ですからね。そうなんですよね、表情から全くその心中が察することが難しい。さあ体力リーダー新庄くんだぞ。表飛びから聖剣ターゲット昇竜、どうする歌広場、トリガー発動。うわ、バックジャンプ、うまいですね、うまいですね今の一撃。さあこれ真空狙ってるぞ、波動危ないぞ危ないぞ、ただダメージを取りに行きたい。逃げて、いや怖い怖い、うわー削りに来たー大ゴス昇竜真空100億3点です。泣きの1回すらも跳ねのける。これはお見事、勝ったのは、ね、はい、100億3点で新庄くんです。おめでとう。